十一月三日のアメリカ大統領選挙を控えて今有権者はどちらの候補の方がアメリカの経済を早く立て直すことができるかと注目していますそこで今日は新型コロナ時代のトランプエコノミーについて見ていきますトランプ大統領はこのコロナ禍の中でもアメリカの株式市場が記録的な回復を見せていることを強調し十一月の 再選を目指しています we 今トランプ大統領は18万人以上のアメリカ人が命を落とした新型コロナウイルスとの闘い全米に広がる人種差別に反対する抗議デモそして感染防止策で停滞した経済と急増した失業者という3つの大きな課題を抱えています。 アメリカの中央銀行にあたる FRB のパウエル議長もアメリカ経済の行方に懸念を示しています。3月には事実上のゼロ金利政策となる緊急利下げにも踏み切りました。そしてついに8月27日、パウエル議長は新戦略を発表しました。アメリカの完全雇用を復活させ、 物価を健全な水準に戻すため、インフレ率が一時的に2%を上回ることを容認し、長期的に平均2%の目標達成を目指すという柔軟な姿勢に切り替えたのです。FRB はその独立性が保障されていますが、トランプ大統領はこれまで繰り返しパウエル議長の金融政策を攻撃してきました。しかし、コロナ禍の今、 アメリカ経済はあらゆる手段を取るとする FRB の金融政策と議会政府による財政政策の2つの柱によって支えられている状況ですこのためトランプ大統領のパウエル議長への攻撃は弱まってきています11月3日の大統領選挙まであと2ヶ月余り共和党大会でのトランプ大統領ですジョー・バイデンのアジェンダーは 民主党のバイデン候補を非難し自らを持ち上げたトランプ大統領世論調査ではバイデン氏優勢が続いていますが残り2か月でいかなる景気刺激策そして人気回復策を打ち出してくるのでしょうか